読み剤、リーグ最強からリーグ最弱打線に、年間も14本ペースでリーグ4位と下位、事実に震える。ちなやくだが、3連戦は余裕だった。ピンチになっても打たれる気がしなかったし、阪神にボコられた金カスが調子こいててくさ。そんなに生きるなや、今年は阪神に逆らえるチームないだろうから。でも捕手育成は成功したよね。チュニドラ、タッツは全振りだった。読み剤、アッペという本物の、ここまで長所を殺す監督おるんやな。5球団 A 争いになってるやん。阪神はむしろ楽しむポイントあるんか。安倍の冊子なんて作ってるのがすごい。携帯できる2サイズにしたらしいから、常に持ってなきゃいけないんやろうな。チームの得点を全力で減らそうとしてるようにしか見えないんだが、安倍や河合の目的は何なんや。逆に2023年よくこれで負けれたな。チュニドラ見たくしても読み剤は流行らない。突然ゴロレボ始めたような、時々外野フライ打っても飛ばないボールでアウトになる。立ち振る舞いとか顔立ちが落合っぽい、無能な落合。ついでにスピリチュアル要素もある。これで OPS5 位って6位はどこやねん。守備負担の軽いサード転向で30本は軽い。チュニドラに慣れてないとすぐ発狂する。よそは大変マナー。安倍さんのおかげでホームランが単打に変わったんだよ。ご視聴ありがとうございました。